最後もう一つ大切なのが波乗りを意識することですね。で、今僕がこうやって YouTube 撮ってるのもそうなんですけど、最近ブロガー界隈の中で YouTube 参加する人が増えていて、で、なんでかっていうと、もちろんその YouTube とかこの音声コンテンツ、動画コンテンツっていうのがこれから伸びていくっていうのはもちろんなんですけど、まあ、ただそのブロガー界隈の中で今小さなトレンドというか小さな波みたいのが起きていて、で、始めるんだったら確実に今始めた方がいいですね。なんでかっていうと、小さい波が起きてるから、このタイミングで始めることによってチャンネル登録者数とかを伸ばしやすかったり、あと閲覧数って伸ばしやすかったりしますね。なので、例えば今これ撮影してるのが2018年の11月なんですけど、じゃあ11月に始めるのか12月に始めるのか、これで視聴者の獲得しやすさとかっていうのがだいぶ変わってくると思います。もちろんその世の中全体の流れとして、これから 5G みたいな技術が出てきて、で、通信速度がどんどん速くなってくると、動画っていうのはもちろん伸びていくんですけど、まあ、ただそのこれがいわゆるマクロの視点で、世の中をこう大きく捉える視点ですね。で、その他に世の中をミクロの視点で捉える必要もあって、で、ミクロな視点で見ると、今ブロガー界隈の中で YouTube での発信とかっていうのが結構小さいトレンドみたいなのが起きてますね。なので、このタイミングで始めるのがいいみたいな。これが波乗りを意識するっていうことです。そういった小さい波とかっていうのは、自分が所属しているコミュニティとかをよく観察すると、徐々に見えてくると思います。で、波乗りとかって結構フットワーク軽くしないと大変だったりはするんですけど、ただ、いいところっていうのは、例えば YouTube の場合だと波乗りして、で、視聴者をバーって獲得して、で、その後波が去った後に視聴者がじゃあ全員去っていくかって言ったら、もちろん去っていかないですね。なので、波に乗ってこう資産をバーって増やして、で、波が去った後も資産がゼロになるかっていうと、それ結構キープされるので、なので、この辺りかなり大切かなと思ってます。で、特にインターネット業界とかブログ業界は進化激しい業界なので、こういうのを意識していくといいかなと思ってます。というわけで、こんな感じですね。で、今回僕が普段どんな生活をしているかみたいなお話をしたんですけど、基本的に今回お話しした内容とかで、ずっと家にこもりつつ記事書いて読書して、で、ブログ書いて YouTube 撮って筋トレしてみたいな、なんかある種なんか修行僧みたいな生活をしてはいるんですけど、ただ僕の中でこれは結構楽しいっちゃ楽しいので、これを続けている感じですね。で、僕は普段こうやって家にいるのが大好きなので、こういう生活をしているんですけど、人によってやり方違ったりするので、生き方は違ってたりするんじゃないかなと思ってます。